演舞開演。どうも、本日は川端という会社のしまほっけの干物を食べたいと思います。大きいですね。でも確かにこのままでは、ね、カチカチなので食べられません。なので焼いていきたいと思います。焼き上がりました。あーすごい油、ダメですね。ではいただきます。これだけの油なのに全然油っぽくない。美味しい。油はすごいですが、そんなにくどくはないですね。さっぱりとした塩気でとっても食べやすくて淡白で美味しいです。ホッケってなかなか食べる機会がないんですけど、だからこそこういう機会を大事にしたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。